海老名市は神奈川県の中部に位置する市。人口は約13.7万人。2008年8月1日から警官行政団体となった。東京から 50km 及び横浜から 20km の県内にあり、相模国分寺跡等を有する歴史の町である。なお、地名の由来については諸説ある。日本の高速道路のサービスエリアでは有数の規模を、 もつ海老名サービスエリアがあることで知られる。また、海老名駅の近くには、日本初のシネコンとされる、ワーナーマイカルシネマズの1号店が1993年に開業した。さらに、2002年4月19日には、同駅の近くに、複合型商業施設、ビナワックがオープン。今後は、JR えびな駅周辺の再開発も行われる。近年、横浜、 東京のベッドタウンとして注目を集めている。同時に市内には多くの田園地帯を抱えていて伝統的な農業緑地と都市住宅が共存している市でもある。横浜市、小田原市、三浦市などに対して内陸に位置するため気温の比較差年較差が大きい。2016年8月9日及び2013年8月11日に 観測した最高気温摂氏38.1度は、神奈川県内の観測地点では最も高い値であり、1978年2月4日に、観測した最低気温摂氏8.9度は、神奈川県内の観測地点では最も低い値である。ただし、神奈川県内で、気象庁が気温を観測している地点は5箇所と少なく、その中で内陸に位置しているのは、海老名市のみであるため、 海老名市が神奈川で最も暑く最も寒いと言ってよいかは微妙なところである。古代中世近世近現代海老名市では一部の区域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。住居表示実施前の町名討論で河川がある。町名はその全部、それ以外はその一部である。郵便番号えびな市議会の議席定数は十二議席である。 海老名市から選出される神奈川県議会議員の定数は1議席である。2015年11月現在は、長田進治が務める。海老名市は周辺の綾瀬市、山和市、座間市から構成される神奈川13区が選挙区となる。海老名市は参議院南関東ブロック、神奈川選挙区に属する。なお、当選挙区の参議院選挙比例代表区。 選出議員についての詳細は、神奈川県選挙区を参照のこと。災害時の支援協定は、他にも、遠方、近隣の複数自治体と結んでいる。小中学校はすべて、海老名市立、以下50温順。海老名市では、海老名市奨学金条例に基づく、給付型奨学金制度がある。主に高等学校、専修学校高等課程を対象としている。 相模ナンバー割当地域エビナの地名の由来には、など諸説ある。注釈出典。ありがとうございます。